時間的には限られた時間ですが、どうぞこの新しい車両をですね、発車します。居心地がいいと思います。楽しんでいただけたらと思いますので、どうもよろしくお願いします。それとこの車両の説明につきましては、これを開発されました近畿車両の方からまたご説明いただきたいと思いますので、またいろいろ質問等ございましたらご連絡を申し入れいただけたら、どうも近い時間でございますが楽しんでいただけたらと思います。
新たに、まあ、そういう設備なしに、まあ、走行することができますので、今回、四国さんで、まあ、走行試験をさせていただいているわけなんですけども、地上側で何らその変更することなくですね、この車両を走らせていくことができる、まあ、そういう仕組みを持った車両でございます。